こんにちは。今日の講義は書籍、武器としての図で考える習慣、抽象化思考のレッスンです。この驚くべき書籍は、ビジネスの最前線で30年にわたり考え続けてきた著者によって書かれました。MBA や外資系コンサル、そして大学教授としての経験を生かして、誰でもできる深く考えるメソッドを体系化しています。さて、現代社会は情報があふれる時代です。このような時代に生きる私たちにとって、上辺だけのスキルではなく、本物の考える力が求められます。そして、その考える力を高めるための一つの手法が、図で考えるというアプローチです。これは思考の OS のようなものであり、現実を抽象化することで、問題の本質を見つけ出す力を養うことができます。武器としての図で考える習慣っては、様々な種類の図を活用して考える方法を学ぶことができます。最もシンプルな概念図は、頭がモヤモヤしている時や新しい着想を得たい時に役立ちます。一方で、構成図は思考の切り口を明確にするための有効なツールです。そして、図で考えることには多くのメリットがあります。図を使うことで、余計な情報を取り除き、本質を見つけ出すことができます。また、思考を見える化することで、ビッグピクチャーを捉えることができ、新しいアイデアも生まれやすくなります。この書籍は、序章から実践編まで、図で考える力を身につけるための具体的なステップを提供しています。基礎編では、なぜ図を使うと考えが深まるのか、そして概念図の描き方について学びます。一方、実践編では、様々な型を活用して図で考える技術を磨くことができます。この書籍は、誰もが使える効率的な武器であり、思考力を高めるための貴重なガイドとなるでしょう。武器としての図で考える習慣を通して、深く考える力を養い、ビジネスはもちろん、人生全般で成功を収めるためのヒントを得ることができます。図で考えることは、思考の質を高めるだけでなく、自分自身との対話を深めることにもつながります。そして、それは私たちが直面する課題や問題に対する洞察を深め、より良い解決策を見つけ出す力を育むのに役立ちます。この書籍は、図で考える能力は、私たちの日常生活からビジネスの世界まで、あらゆる場面で応用可能です。この能力を身につけることで、複雑な問題や課題に対しても、より効果的かつ創造的な解決策を見つけることができるでしょう。また、図を活用することで、情報の型による混乱やストレスを軽減することが期待されます。日常生活や仕事で遭遇する様々な情報や要素を整理し、構造化することで、より明確な視点を持ち、効率的な判断を下すことが可能になります。さらに、図で考える習慣は、自己啓発やスキルアップの一環としても非常に有効です。この方法を学ぶことで、自分自身の思考プロセスを進化させ、より高度な問題解決能力を獲得することができるでしょう。これはキャリアの発展や個人的な成長にも寄与する可能性が高いです。さて、この書籍のアプローチは、他の学問や研究領域とも密接に関連しています。例えば、デザイン思考やシステム思考といった方法論との親和性が高いです。これらのアプローチは、複雑な問題を解決するための枠組みやツールを提供しており、図で考える習慣と組み合わせることで、より多角的な視点で問題を捉えることができるでしょう。また、情報ビジュアライゼーションやデータ可視化の分野とも関連が深いです。データや情報を視覚的に表現することで、より理解しやすく、意味のある洞察を得ることができます。このような視覚的なアプローチは、コミュニケーションの質を向上させるだけでなく、情報の効果的な共有や伝達にも寄与します。さらに、教育の現場でも、図で考える習慣は非常に有望な教育方法として注目されています。学生たちが自分の考えを整理し、構造化するプロセスを通じて、より深い学びを得ることが期待されます。これは、教育改革や学習方法の革新につながる可能性があります。この書籍は、思考の質を高め、創造性や問題解決能力を向上させるための実践的なツールを提供しています。図で考える習慣を身につけることは、私たちの生活や仕事、そして学びにおいて、新たな視点や可能性を開く鍵となるでしょう。この方法を取り入れることで、
より充実した人生を築く手助けとなることを願っています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら、私たちの体と心は密接に関連しており、健康的な体と心があってこそ、真の成功と幸福を追求することができるからです。この視点から、健康と美容の重要性を考えると、ライザップのプライベートジムとライザップウーマンは非常に注目すべき存在です。ライザップのプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、食生活やメンタルのマネージメントもサポートします。30日間の無条件全額返金保証や無料カウンセリング、完全個室のプライベートな空間など、利用者のニーズにきめ細かく対応しています。特に、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人には、トレーナーが作るあなた専用のプログラムが魅力的でしょう。無理な食事制限なしで健康的に痩せることができ、理想の体を手に入れ、リバウンドしにくい体作りが実現します。一方、ライザップウーマンは、洗練されたプロポーションに導くための女性専用プログラムを提供します。ウエイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含む完全オリジナルのトレーニングメニューが特徴です。また、低糖質だけでない栄養バランスの良い食事管理や、美容マシンを使用した脂肪燃焼や美肌効果もプログラムに含まれています。これにより、体力がない方や部分痩せを目指す方、産後太りを解消したい方など、さまざまなニーズに対応します。ライザップのサービスはダイエットだけでなく、健康管理にも特化しており、全体的な美と健康を追求する方々にとって非常に価値のあるオプションと言えるでしょう。個別のニーズや目標に合わせたプログラムで、自分らしい美しさと健康を手に入れるサポートを提供しています。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。